まずは折り紙を四角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて右の角を中心に向けて折ります 裏返して反対側も同じように折ります。これを上から開いて、このように正方形に折り替えます。この部分を縦の筋に合わせて折ります。 反対側も同じように折ります上の三角も軽く折ってこれを開いて折り筋に合わせてひし形に折っていきます裏返して 反対側も同じように折ります。 これでで折りおなじみのひししし形ができままた。両側のの先端を下ろします。この状態でこの右側の先っぽを上に向けて左側の先っぽも上に向けますそしてこの部分をここからつまんで真横に 折ります反対側も同じように掴んで根元から真横に折りますこんな感じです次に真横に折ったこれを立ててこの部分に軽く隙間に指を入れながらまっすぐつぶしますこんな風につぶします反対側も立てて少し隙間を 広げながら真上から潰します。こんな感じです。両側の耳の先っぽを裏側に軽く折ります。少しでいいです。次に、この部分、顔の横になる部分を耳のてっぺんから斜めに 内側に折ります。こんな感じです。反対側も、耳の上から斜めに、こんな感じです。こんな感じで、左右きれいに対称になるように、このように折ります。裏返して、 この部分を上に一度折ります。折って表で確認して、この部分、斜めに折ります。ちょっとわかりにくいですが、内側目にして、この部分の斜めに合わせて、この位置です。斜めに合わせて、折ります。こんな感じです。まっすぐ合うように折って、表にして、今折ったこの先を、 反対側に折り返します。この部分で潰します。次に先っぽのこの角を軽く折っておきます。裏返して、下の先っぽを真上まで折ります。一応この上になるように折ってみて、 表で確認。もうちょっと折るかもうちょっと折ってみてこんな感じです次に顎の下のラインの両側を斜めに折りますこんな感じ反対側も斜めに次は耳の下のこの余ってる部分を 角を裏側に折りますこれで折り紙の部分は完成ですこれに顔を描いていきます真ん中より下ぐらいに小さな鼻と口です 目はちょっと大きめでしずく状のちょっと斜めの目ですこんな感じかな 大きさがずれたもうちょっと大きくこっちは小さくもうちょっと大きいかこんな感じです目の上に光を描いて目の下にグラデーションがあるのでそれも描きます次に耳の内側の部分も線を引いておきます と顎のラインを修正してまずは耳の内側の部分をピンク色で塗ります次に黒いマジックで目と鼻と口の縁取りをします目の中は塗りつぶして目の下半分を焦げ茶色で塗って あとは耳の先を白で塗ります。目の光も書き込んで、これでチラーミーの完成です。